ドクタースランプ」の人気があったから「ドラゴンボール」に切り替わって3週4週目ぐらいまで色ページがついてるんですよ、はい、そ,そこの時アンケート良かったんですけど、はい、それがなくなったらじりじり押してって、まあ、10位前後になったんでこのままいくと終了候補になっちゃうと、はい、まずいなっていうことで豊山さんと毎日電話しまして、はい、なんで人気がないのかって彼と話して分かったのは悟空に存在感がないとじゃあ主人公の悟空ってどういうキャラクターって 1> 1週間ずーっとあの彼と電話でやり取りしててある時彼がようやく強くなりたいっていうキャラクターじゃないですかねって修行をやった強さをその後の「展下中武道家で見せようと。悟空1人だと修行しても あの物足りないしキャラクターが深掘りされないんで、はい、悟空と対照的なあクリリンが出てくるんですねずる賢くて要領のいいやつを出してきてなるほどで3人で所業させようって言ってクリリンあの悟空を大きくすることに大反対っていうのがあるんですけどこれってどういうことですか鳥山さんが「こんばんはウィークリオジャイのお時間です」お。今日はドラゴンボールだねねいいいいですかこれ、ね ああもうあ掴もうぜドラゴンボールいい感じでございますけれどもフィクトグラムも毎回張り切っちゃってねというわけで、えー、今日はそんな、えー、漫画を語るにぴったしのゲストにお越しいただいていますそれでは今夜のゲストご紹介いたします鳥島和彦さんですどうぞどうもよろしくお願いしますはじめましてどうもこんばんは今日もありどうもおいでいただいてありがとうございますありがとうございます,いますよろしくお願いします よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ええー、鳥島和彦さん漫画編集者、えー、でございます。1952年まれ新潟県生まれ慶応義塾大学卒業後1976年集英社入社。少年週刊ジャンプ編集部に配属されて1993年に V ジャンプが創刊され編集長に就任され1996年、えー、週刊少年ジャンプの6代目編集長に就任されますもうここは。もう圧倒的経歴でございますけれども、で、でんと次行ってみよう。週刊少年ジャンプ時代編集者時代に発掘した漫画家鳥山明。ああもう宇宙で知らない人はいらない。いない 鳥山明そして笠原将一「ウィングマン」「全英少女」「合図」とか青春の漫画ですねあとは「稲田浩次ドラゴンクエスト大の大冒険」と「最高」と他にも編集長時代の主な連載作品が「出デン」と。 ああもうジャンプコミックスといえばこれなんじゃないかというのがここにかなりあるところですがいやーこれ、聞いてるだけで胸圧全部聞くと多分5時間ぐらいかかってしまうんですけれども圧倒的なラインナップで、はい、よろししくお願いします、はい、えでも「週刊少年ジャンプ」って、えー、と編集長時代ってどのくらい吸ってたんですかえと、ね、500万部台。 ででですかかねでも僕が辞める頃400まで落ちたかなあ、まあ、まあ出版のあれがいろいろあると思うんですけどでもそ,そもそも、ね、僕が編集中に呼び戻されたのは「はい、ドラゴンボール」が連載が終了し、はい、どんどん部数が落ちて、はい、この前まいくとマガジンに抜かれそうだっていう時に呼び戻されたんであれ当時の看板漫画って何だったんですか <laughs> だから今、そこにあった「s l スラムダンクとかただ「スラムダンクも僕が戻るときはもう終了決まっててだから流浪に剣らいのアニメ化が決まったぐらいのところですかね。あなるほどさてちょっとあおさらいしてみましょう鳥山明の出会いから大ヒット作誕,誕生へと,ででんと,、えー、と鳥山明に感じた可能性と人柄とはいい意味で普通の人鳥山さんとはどんな感じで出会ったんですかあの 月齢漫画賞で彼が応募してきて、はい、でその作品を僕があのちょうどあのその月ののの月漫画賞の選考の担当だったんですよ、はい、実は鳥山さんはあの、えー、朝起きられない人でサラリーマン脱サラして辞めて家でお母さんに500円もらってブラブラしてて就職活動しなきゃいけないっていうんで絵は描けるんでイラストレーターになるか漫画家になるか。 ところがイラストレーターになる方法って分からなくて、はい、でよくあの暇つぶしに行ってた喫茶店で、はい、あの漫画雑誌があってで見たらあの漫画を書いて応募すると、はい、お金がもらえると分かってあなんか新人とか書いてあるで漫画を書いてで応募の決まりを探したらないと。はい 彼が見したのマガジンで。マガジンで。マガジン。ああマ,ガジンマガジンは半年に一編の章しかなかったんです。はいはい,はい、はい、で毎月やってるの他の雑誌に載ってるかなと思ったら、はい、ジャンプは毎月やってて。なるほど。それで送った原稿を僕が見たと。はい。という出会いです、ね。え、その時にその原稿を見て、うおーこれはすごいって思ったのかどういう感じだったんですか。あの原稿が綺麗だったんですね。はい。で彼あのさっき言ったえっ、ー、と勤めてた会社辞めた会社でデザイナー兼イラストレーターやってて。はいはい。だからすごくあの レタリングとか前に。はいはい、はい、であの。それで原稿を見たら非常に、いわゆるオノ,オノマトペっていう書き文字が綺麗に。書かれてて。それを見て、僕はものすごくこう、新しさとかセンスを感じて、ね。ああ、なるほど。それで、まあ。連絡したと。<ー>でね。<ー>漫画自体もな、ね、結構面白かったんですよ。ところが、<ー>残念ながら。スターウォーズのパロディで。雑誌に載せられないんで。パロディだから。でそれで、船外になってしまったっていう。へえ。 だけど、あの連絡先が分かったりとかあの原稿を読んでるんでちょっと声をかけてみて連載用の作品を作らないかということになったということです。かいね。あ<ー>電報を打っっててて。才能があるるら、連絡してくださいって、はい、なるほどえ。それで「えー、とドクター・スランプ」の連載が1980年からなので「えー、とドクター・スランプ」の連載に多分つながるわけですけれども新人をデビュー作家まで持っていくのっていうのは何が一番困難なプロセスなんですかあの 読み切りで僕らが知りたいのは、はい、主人公のキャラクターが読者に届くキャラクターを作れるかどうから読み切りってキャラクターのテストなんですねはははでそこであのわかあのいけるってものがつかめれば、はい、連載はう,うまくにあの取れるし、はい、連載もスムーズに始まっていくんです、ね、ははえそれはじゃあお話全体の構成というよりはのめり込むキャラクターがちゃんと育つかどうかみたいなことそうですね あの話の話完成度は特に大事じゃないんです連載も始まってみれば、はい、主人公がどう動いてどういうふうに活躍していくかってことを見せていくわけだから、はい、毎週毎週読者の反応を見ながら変えていくんで、はい、日本の漫画の特色なんですけどこれライブななんですね、はい、あなるほど、はい、ジャズライブみたいな感じっていうか、はい、なるほどね。で「でドクタースランプ」は1980年から84年までの連載で「 でえっと、その連載が終わってすぐ、えっと、12号を開けて51号から「ドラゴンボール」始まるわけですけれどもなぜ「ドラゴンボール」を始めたかっていうと「はい、ドクター・スランプ」を始めて半年ぐらいして彼がもうやめたいって言い出してる連載をははははでその時はもう単行本が一巻が出て、はい、初,初版20万部が半日で品切れる、はい、で読者アンケートももうトップはってるでテレビ局複数社からアニメの申し込みがあるだから やめられる状況じゃないんです、ねはい、でただ何でやめたいかって彼が言ってたかっていうと、はい、あのギャグ漫画っていうのはストーリー漫画と違って1話完結であそうですねあのオチをつけていかなきゃ、はい、世界は繋がってないからそうで直しを入れると、はい、ストーリー漫画と違ってその1話完結ですからガラッと全部構成を変えたりしなきゃいけないそうするとそれがものすごくしんどいとはい、はい、で値を上げてしまって、はい、でうまくこう 今言ったような人気があったりするしだましだましやってたんだけどやっぱり毎日電話で声を聞いてるとこれは大丈夫かどうかわかるじゃないですか、はい、でだんだんね1年半ぐらいのところでこれもう無理だなっていう思ってで東京に来てもらってえっといわゆる「ジャンプの,あの台割構成を作る副編集長と話をすることになって。 いいかかに鳥山さんんが苦しいかってあるんですよね、はい、ところが僕はあの電話がかかってきてすぐ行かなくて、はい、で待ち合わせの場所に行ったらも鳥山さん説得されてて副編集長にえあの連載を続けてくださいってで条件を出されたんですね「はい、でドクター・スランプ」より面白い漫画が作れたらやめていいって。あなるほどということはそんなの無理だろうから。 あ,あ、そういうことか。うん、やめていいよって言ったら、ドラゴンボールが出てきたんですね。ドクターサランプは。でね、あの。なるほどね。で、次を探す準備を始めたわけですよ。はい。全くね。はい。あの、手がかりが取れなかったんです。はい、はい、はい。で。作って、読み切り、読み切りが全部。うん、全く読者に、受けなくて。うん,う,んうん、うん、うん。ちょうど。ドクターサランプを作った漫画家と。編集者なんで、もっと簡単に。あの、次の。 作品の手がかりは取れると思ったんですね、はい、ところが全くダメで、うん、ある時あの名古屋に行って、はい、いつも電話で打ち合わせしてるんですけど顔を見て話をして手がかりを得ようと思ったんですね、はい、ところがその日も結局いいアイデアが出なくて、はい、でも新幹線の時間が迫ってるんでね、はい、そしたら鳥山さんの奥さんがお茶を出してくれて鳥山、はい、さんの奥さんも現役の,の,の漫画家だったんです、はい、でうちの旦那はちょっと変わってると普通の漫画家は あのお話が決まって下絵が決まってればもうペン入れするだけなんで、うん、いわゆる手作業なんでね、はい、音楽を聴いたりラジオを聴いたりすると、うん、でそれが普通だと、うん、ところが鳥山さんは自分の頭の後ろのとこにテレビを置いてモニターを置いといて、はい、あの映像を流してると、うん、ありえないとなぜかって見れないから、うん、ですごくその話が興味深かったんで鳥山さんに一体 その自分の後ろのモニターで何流してんのって言ったら、はい、ジャッキーの映画を流してると<ー>でなんでジャッキーの映画を流してんのって言ったら、うん、セリフを聞けば見たいシーンが分かるとそのセリフを聞いてあここはちょうど僕が見たいシーンだなって言うと後ろを振り返ってそのシーンを見ると、はい、でそんなにあのセリフでシーンが分かるこのジャッキーの映画って何回ぐらい見たのって言ったらうん50回以上ですかねって言うんで。はい そんなにカンフー映画が好きなら、うん、じゃあ漫画でカンフーを描いてと、はい、でも次の何を描くかっていう打ち合わせも全くお手上げだった格闘漫画を描くことになったんですねそこでそこで「ドラゴンボーイ」っていう15ページの漫画を描いたら、はい、これがものすすごい反響だったんでそれまで全くダメだったものが、はい、それで手がかりが取れて、ね、それが「ドラゴンボール」の元になるんですね ーなるほどなるほどじゃあそっか逆漫画で世界観作っていくのが大変でじゃあストーリーものに行こうって言って格闘漫画にひらめきがあって格闘漫画にしてみたらめっちゃ受けが良くていやところがそれがね落合、はい、さんそうはいかなかったんですえそうなんですね、うん、読み切りでよかったわ、まあ、それまでそそうそう,そうかだからいいな多分大丈夫だろうなと思って始めて「はい、ドクター・スランプ」の人気があったから「ドラゴンボール」に切り替わって3週4週目ぐらいまで色ページが。 ついてんですよ、はい、そ,こそこの時アンケートよかったんですけど、はい、それがなくなったらじりじり落ちてってでねこのまま行くと10位前後になったんでこのまま行くと終了候補になっちゃうと、はい、まずいなっていうことで鳥山さんと毎日電話しまして「何、はい、で人気がないのか」って、はい、であの彼と話して分かったのは悟空に存在感がないと。はいはい コミックスの1巻2巻途中ぐらいまで読んでもらえば分かるんですが、はい、目立ってるのは亀仙人とかブルマであ確かにブルマあの悟空はやっぱり巻き込まれ方で、はい、自ら動いてないんですよね。うんでじゃあ主人公の悟空ってどういうキャラクターって1週間ずっとあの彼と電話でやり取りしててある時彼がようやく「強くなりたい」っていうキャラクターじゃないですかねって。あ<ー>じゃあ 1一回亀仙人と悟空以外のキャラクター1回全部捨てようと、うん、で修行編をやって修行をやった強さをその後の天下地武道家で見せようとなるほどで悟空一人だと修行してもあの物足りないしキャラクターが深掘りされないんで。はいはい 悟空と対照的なあクリリンが出てくるんですね。ずるが小さくて容量のいいやつを出してきて。なるほど。で三人で修行させようって言ってクリリン。ああ。ははは。あ<で>確かに。で修行編を経ってでこの辺から結構アンケートがじりじりと上がり始めて。はい。で展開す武道家になったら一気に。はい。上がって、はい。なるほど。でその当時ずっとジャンプの漫画のトップは北斗の剣だったんですよ。はいはい。 だから数週して僕らが思うより数ヶ月早くは北斗の剣を抜いて一位になったっ、はい、な,るほどなるほどなるほどなぁ今お手元のスクリプトの方にはあの悟空を大きくすることに大反対っていうのがあるんですけどこれってどういうことですかあのそうやって苦労してようやく主人公を読者に定着させたわけですよね、はいはい、あの漫画って今最初にお千代さんが言ったようにキャラクターをどう 読者に自分だと思わせるか、はい、愛着を持たせるかっていうことが大事で、はい、これが僕らがあの生命用語いうキャラクターを立てるってことなんです、はい、ようやく立ったキャラクターなのに悟空が、はいはい、鳥山さんが大きくしたいって言ったんですなるほど3頭身ぐらいだったあんなかわいい悟空が僕を約7頭身8頭身あの筋肉隆々の悟空にだね僕は今言った苦労した経緯があるので反対したんですよ、はい、でどうしてそ,その大きくしたいかって変えたいかっていう話をし聞いたら、はい 実は鳥島さん気が付いてないかもしれないんですが2.5等身ぐらいの悟空を戦いになると3とか3.5とか4ぐらいに大きくしてそうしないと戦いの,その力強さが出てこないでもそれにも限界があるんでこの先もっと戦闘が激しくなる可能性だったら等身を大きくして悟空を大きくしないとでこれから筋肉をちゃんとかかないと戦いを見せられないって。ね スケッチ見せてもらったけどもう一つピンとこないのもあるしそうやって苦労した経緯もあるんで反対したんです。で当時さっき話してた副編集長にも相談したらいいんじゃないのって軽く言われてただ僕は担当ですごく不安で「ジャンプって月曜日発売じゃないですか。で午後3時になると子供たちが学校から帰ってきてクレームとかがあると必ず3時過ぎに編集部の電話が鳴るんです。僕は 3時ちょっと前から机に座って子供のクレームが電話来るんじゃなかったらずっとドキドキしながら待ってたんですちなみに「ワンピースを連載するまでの経緯はどうやって連載になったんですか「ワンピースはね、はい、あはね今も小田さんそうなんですがあのキャラクター作るのはすごくうまいし熱気はあるし、はい、ただそのことによる弊害もあるんですね。はい、筆が滑りすぎるっていうか、うん 先々と書きたいから、うん、どうしてもコマが詰め込みすすう圧倒的に細か,かれるすそれとかあの構成がやっぱり読みにくいんですよやっぱり僕はいつも小中学生が誰がその週初めて買っても読めるっていうふうに漫画を作って載せてほしいんでね、はい、やっぱりその構成にやっぱり難点があったんで、はい、連載会議で1回2回見送って。 でで3回目の時に、はい、あのもう1回連載会議で出てきて、はい、他の漫画は割とするしない連載するしないが決まったんですが「はい、ワンピースだけ議論が真っ二つに分かれて「はいはい、ワンピースに関してだけ2時間議論した担当してる班のデスクが、はい、ここでどうしてもやらせてくれと、はい、ここでやらないと担当も作家も腐ってダメになると、はい、僕もずっと反対したんですがそれでその一言を聞いて2時間議論したってことをもう一回思い出して意外と。 マップたちに分かれた漫画って意外と当たる確率が高いんですよ。意外とみんなが参成したもので、当たらなかったりするんでね。はい。じゃ、これだけ議論して、マップたちに分かれたんだから、分かったってやってみようと。だから、ワンピースが出てきた、本当にね。僕は編集長として救われました、ね。ああ、すごい話だ。ワンピースって、巻を減ることに情報量はどんどん増えていくん画じゃないですか。僕は個人的には、一巻二巻の構成を続けて欲しかったんですよ。はい。はい。はい。このインターネット以後の、この漫画の、なんだろう、人気だったりとか、考え方。 っていうのにどうお考えになますか、あのー、決定的に読者サイドから違うのは、はい、デジタルだと好きなものにしか合わないんですレ、ね、いいコメンドされて似たようなものが出てた、はい、だから新しい出会いがないんですよ、はい、ところが紙の雑誌だったら、はい